はい、皆さんこんにちは。電子情報通信学会のウェビナーにようこそ。本日の司会を担当させていただきます大阪大学の長妻です。本ウェビナー IICE ICT パイオニアーズシリーズは昨年のですね6月にスタートいたしまして、今回はその第10弾となります。で、本日は安藤誠先生をお迎えし、電波科学無線技術に関する先生のご研究の歩みと、特に SDGs への貢献という切り口から今後の展望についてお話しいただきます。安藤先生は現在東京工業大学の名誉教授でいらっしゃいます。先生のご略歴ですが、1979年に東京工業大学大学院博士課程を修了後、日本電信電話公社横須賀電気通信研究所に入所されました。その後1982年東京工業大学助手、1985年同学助教授、1995年同学教授、2015年同学理事副学長を歴任されました。そして2018年国立高等専門学校機構理事を得て、現在同機構の顧問であられます。安藤先生は電波やアンテナの研究の世界的な権威であられ、これまでに IEEE アンテナ電波ソサエティの会長や国際電波科学連合ウルシの会長といった要職を務められています。また2018年には本会会長を務められております。これまでに総務大臣表彰、 NHK 放送文化賞、本会功績賞をはじめ数多くの賞を受賞されておりますが、詳しくは本会のホームページをご覧いただきたく存じます。なお本日はですね、講演の中間点と講演後の2回、質疑応答の時間を用意させていただいておりますが、講演中にですね、お気になりたいポイントが出た時点で、画面にあります Q&A にご入力いただければと思います。いくつか、私どもの方でピックアップさせていただいて、安藤先生の方から、ご回答いただきたいと思っております。それでは、始めさせていただきます。安藤先生、どうぞよろしくお願いいたします。画面共有、させていただきます。今ご紹介いただきました安藤です。今日はこういうふうな場でお話しさせていただくことを非常に光栄に思っております。できるだけ分かりやすくお話しさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。今日話一応考えておりますのは、こんなような内容を準備しました。今たまたま国際電波科学連合というところの会長をしておりますけども、それがちょうど100年の歴史を持っています。その他にも通信学会も先日100周年がありましたけれども、そういう会議で節目になる年に近い年になってます。私自身は学会活動として35年ほど主に電磁界の解説理論と、それからそれをアンテナに応用した平面アレイの研究をしてきました。ある意味で第一線を退いて今いますけれども、その中でも割と新しい話題としてハヤブサ2、それから昨今ビヨンド 5G 等でも、あるいは 5G 等でも声が出てきましたミリ波の話を2番目にさせていただきます。その後少し話題が変わりますけれども、この学会活動もそうですけれども、国際的な活動をしていく中でやはり世界の動向というのが非常に気になります。それから、SDGs に代表されるようなその動向の中で日本の課題がちょうど見えてきたときに、この、今のコロナ のある意味の災難が、降りかかってきました。そんなようなことも考えて、そういうことを3番目にお話しします。それから私はもともともちろん電波の話 の分野で生きてきましたので、このソサエティ 5.0 SDGs を実現するためのソサエティ 5.0 という中でも電波の役割が、自分で言うのもあれですけど、ますます増えてきた気がしてます。そういう中でこの電波をどういうふうに、機能させていくか、電波の研究活動をどのように、機能させていくかということと、それからそれを支える人材の育成ということも、学会の面、それから私は
つい最近まで、高専におりました。今、顧問してますけども、高専というのは非常に特殊な、教育体系ですけれども、まあ、こういうふうな、社会実装を前にすると非常に強い力を持っていると確信しておりますので、学会活動と関連付けてそのお話をさせていただきます。それから今 NHK で渋沢栄一青天を衝けという、ドラマがやってますけども、まあ、もともとこの渋沢栄一の考えているものこそが、この SDGs の根本だということに思い当たりました。まあ、そんなことも含めて、考えていることをお話しさせていただきます。最初、学会の活動で、主に、ウルシと言いますけど、国際電波科学連合の100年をちょっと振り返ってみます。その中で、私の研究活動なんかをお話ししたいと思います。これは、ウルシのホームページ、ユニオン・オブ・レイディオ・サイエンス・インターナショナルという組織のホームページに、まあ、日本の、この学会の動き等も書き合わせた、私が付け加えた年表になっています。もともとウルシというのは、ここに書いてありますけども、1919年に設立されたインターナショナル、リサーチカウンセルという、こういうふうな国際的な科学、自然科学の組織がありました。まあ、イクスというのがその後、1931年に設立、名前を変えまして、これはインターナショナルカウンセル、オブサイエンティフィックユニオンということですけれども、今は、これは国際、ある意味で言えば、イクスという言い方では、インターナショナルカウンセル、フォーサイエンスと、略されています。まあ、これがずっと長かったんですけど、その2015年に、SDGs、国連が定めた SDGs が、まあ、非常にある意味で言えば、メジャーになってきたときに、これも、非常に大きなエポックメイキングな出来事ですけれども、自然科学と ISSC というのは、インターナショナル、ソーシャルサイエンスカウンセル、これは人文社会学の分野のやはりいくつのようなものです。この2つが後戻りできない形で合併をしまして、今は ISC という組織になっています。これは国際的に科学技術をまとめる組織ですけれども、自然科学とか人文社会科学っていうのを分けていたんでは、この、いろいろな危機にも立ち向かえないということで、動きがありました。まあ、こんなような流れが、見えてきます。で、私自身は電子情報通信学会も近い1917年に、もともとの母体ができてますけども、ここでずっと、つい先日、2年前ですかね、通信学会も100周年を祝いました。まあ、その中で、主に電磁界理論の研究専門委員会、これはエレクトロニクスソサイエティです。それからアンテナ電波研究専門委員会、これはコミュニケーションソサイエティです。通信ソサイエティです。この2つを、の場で育てていただいた思いがあります。まあ、そこら辺の活動を間に挟んで、この全体の動きをお話ししたいと思います。まあ、たまたま私は IEEE の方のやはりアンテナ電波の会長もさせていただきましたけども、実は2009年にこの会長をさせていただいた時に、チャールストンという米国のチャールストンというところで、大きな会議1700人ぐらいの予定の会議を、開きました。主催しました。まあ、その時も実は SARS という、まあ、その時にはパンデミックと最初騒がれましたけど、ちょっと様相は違いましたけども、アジアの国は参加をすべて停止するような、まあ、事態を経験していましたので、実は、今年の、去年、昨年からのこの COVID-19 の、ウイルスで、実は私は、また2度目のそういう経験を、しています。ローマでの会議が今延期になって、大変な思いをしてますけども、まあ、こういう巡り合わせにあるということも非常に印象深いことです。ただこの多くの学会がほぼ100年という歴史を迎えていることを、まあ、この表ではお話ししたいと思います。まあ、ウルシという会議は、まあ、これノンプロフィットのオーガニゼーションであって、もちろんピュアリサーチとアプライドリサーチを
推進するような国際ユニオンになっています。その中には、学会でいうとソサイエティに対応しますけれども、コミッションという専門分野ごと電波の話ですけれども、10の分科会があります。 A が電磁波計測、B が電磁波、私は主にこの B というところで活動してきました。で、C は無線通信のシステム信号処理、 D がエレクトロニクス、フォトニクス、 E が電磁波の雑音障害、 F は電波伝播、それから非電離媒質の伝播、リモートセンシングなどを扱います。 G は電離圏電波伝播、 H がプラズマ波動、 J は天文学ですけれども、主に電波を用いた電波天文を扱っています。それから一番最後にできたコミッション K というコミッションものは生態を扱っています。異様生態ということで、この赤で書いたものは今現在日本人がそのコミッションのオフィサーをされているようなものを書き出しました。 A では NICT の小山様、それから B は中央大学の小林様がチェアをされています。またバイスチェアとして京都大学の篠原先生、それからこの F の方では、NTT の佐々木様、それから K では NICT の佐々木様などが活躍されています。こういうふうなソサエティに対応したコミッションという10本のアルミの縦の柱があります。それから横リージョンですけれども、国の横糸縦糸でいうもう一つの尺であるものはちょうど44の国が今組織として登録されています。主な活動は3年間に3つ、毎年1つの大きな会議を行っています。これは総会というのがだいたい1800人ぐらい集まっています。それから大西洋、ATラスク、アトランティックオーションのレディオサイエンスミーティングというのが次の年にありまして、アジアでももう1つ AP ラスクというのがあります。この3つを1年に1個ずつこなしていくのが、今年はCOVID-19 でディスターブが生じたということです。こういうような技術分野ごとの主に総会というもの、それからリージョンの会議というもの両方運営しておりますが、こういう活動の中ちょっと紹介しますと、今年は2021年の会議が昨年の会議が今年に延期になってます。今年も非常にオリンピックの後ですけれども開催が今ハラハラドキドキして状況を探っています。3年後として計画された総会は久しぶりですけれども日本札幌が総会の場所にすでに選ばれています。これは2023年予定されています。で、アトランティックのものは毎年グランキャナリアという島で、美しい島で3年に一度開かれています。アジアは2022年がシドニーが今予定されています。今年は総会が1年延期されたために非常に過密日程で2022年は2つの会議をこなすことになります。漆の活動としては検証活動、それから一番力が入れてますのは若手人材のある意味で言えば育成というか支援です。これはいろんなこのフラグシップのミーティングには100人を超えるような若手を、旅費の援助も含めて招待して、若手の研究活動を支援しています。雑誌としてはレディオサイエンスという歴史ある本に加えて、1年前に、創刊しました、レディオサイエンスレーター、それから、ブリテンというようなものを創刊しています。こういうような活動を今しているわけですけども、その100年の歴史をちょっと振り返ってみますと、もともとマルコーニがこの無線電信を始めたというのがちょうどマックスウェルが方程式を、作り出してから大体10年経った時でした。で、この通信というものがもともと背景にあるのがこの、漆の起源です。その時に通信の重要性の中に、これ夜になると例えば通信が超波の通信がなかなか通じないというようなこともあります。昼間がどうだということがありまして、これは電離層の影響、ユノスフェアの
影響というようなこともあって、もともとこの電波伝播という、まあ、地球物理にも近いところの話、宇宙物理にそのうち行きますけども、そういうところまで、カバーしている、ものがありました。で、これは1911年から13年まで開かれた、ウルシの初代の事務総長、ゴールドシュミットという人がオーガナイズしていた、ソルバリーコンファランスというものが、何回も開かれていたんですけど、まあ、この時の写真が残っていまして、まあ、この時はインターナショナル・レディオ・サイエンス・リサーチという呼び名でこのグループを呼んでいましたが、マックス・プランク、それから私が一番電磁波の勉強で難しいけども美しいと思ったのがこのゾンマーフェルトの、ナイフエッジのディフラクションです。それからラザフォード、アインシュタイン、ローレンツ、それからマリー・キューリー夫人、それからポアンカレ、まあ、電波に限らず、いろんな有名な権威が参加していた会議が、実はこのインターナショナル・レディオ・サイエンス・リサーチという活動がありました。まあ、この活動を経て、1919年に IRC というのが、自然科学を中心に作られましたけども、レディオサイエンスは初期のメンバーでありました。まあ、数学であるとか、物理学とか、アストロノミー、からケミストリー、バイオロジーなんていうものと一緒にメンバーとして加わっていました。で、この組織が今は2018年に ISC という組織になりまして、140カ国、リージョン、それから40のこういう専門のいわゆる学術団体の組織に育っています。まあ、この活動はここに書いてありますように、例えばワールドクライメットリサーチ、地球温暖化なんかは関係します。それからディザスターリスクマネジメント、これには地震とか水害とか、それから実は COVID-19 なんかもこの中に含まれています。それから高データということで、これはソサエティ 5.0 でもそうですけど、いろいろなデータを扱うときに、主に異分野のデータのフォーマットを合わせないと使い物にならないと。で、いろんな国のデータの様式を整える必要もあるという意味で、このデータをお互いに使いやすくする、共有するシステムのアクティビティなんかもあります。それからフューチャーアースということで、これは世界各国で環境を守ろうというような動きがあります。こういうふうな国連が主導するような活動が、大体この ISC という組織に降りてくることになります。まあ、こんなような中で、私自身は実は先ほどお話ししました電磁界の理論を初めに卒研で選びました。で、実はコミッション B という先ほどの10あった分科会のうちのコミッション B という分科会の中のこの EMTS というシンポジウム、それが1952年に始まりました。で、この年は、まあ、私が生まれたのもこの年ですけれども、コミッション B の EMTS という会議が始まったということで、その時に GTD という幾何工学的解説理論という、理論が初めて発表された年です。で、これは非常に私、今でもこの研究をしているときに、よりどころにしている考え方です。ゾンマーフェルドの解を見事に一般的な手法に組み上げたものです。まあ、そういうものを会議がずっと続いていて、実は2004年に、イタリアの会議、まあ、これは私がちょうど、コミッション B の委員長をしていたということで、この会議を主催して、その後2013年には広島でこの会議を開くことができました。先ほど言いましたコミッション B の、このケラーのジオメトリカルセオリーオブディフラクションというこの理論というのが卒研以来の私のライフワークになっています。これが EMTS というシンポジウムで、ずっと続けられ、3年に一度続けられている国際会議のスタートでありました。で、実はこういう国際活動の私のきっかけというのを思い出してみますと、1997年の1月という記録がありますけれども、コミッション B の世界中の3年間の研究活動をまとめたレポートを作ると、3年に一度レポートを作るんですけど、まあ当時はこういうフロッピーディスクでした。
フロッピーディスクの形で出版されるこのレコードに、いろいろなあの世界の活動、研究活動、コミッション B、電磁波の分野の活動をまとめるということで、私がそのエディターに任命されました。まあ、この時は全く初めてといういろいろな世界中の方々と、まあ、メール、手紙で交信ができまして、こんなような経験はなかったわけで、この時にいろんな方とお話しできたのは非常に大きな刺激をいただきました。私はウルシのこのコミッション B の、EMTS という会議は1989年から参加しましたけども、ちょうど、2002年から、そのチェアマンを仰せつかりまして、イタリアで会議を主催し、2013年には逆に、日本でこの会議を受けるような形になりました。これは2004年にイタリアのピサで開いた EMTS のシンポジウムでの私が貴重、最初にご挨拶をしているところです。で、実はちょうどこの52年の頃に日本でも電磁界理論の研究会というのが立ち上がりました。まあ、この電磁界理論は面白い経緯を持ってまして、電気学会と電子情報、今電子情報通信学会との間で委員会が行ったり来たりしています。まあ、これは押し付け合いというわけではなくて、引っ張り合いということでもなくて、いろんな微妙な力加減もあってですね、そういうことが起きたわけですけども、その歴史がいろいろあります。上智の委員会になったのが63年で、これは研究専門委員会としてスタートしたのが73年。実はこの時に私も大変お世話になりましたけど、九州大学の安浦亀之助先生というのがいらっしゃいます。この ICT のパイオニアシリーズで前回お話になった安浦博人先生はそのご子息ですけれども、そんな先生にも随分お世話になりました。このような電磁界理論研究専門委員会で私は育てていただいたと思ってます。これは1973年に卒業論文で関口俊夫先生の研究室に入って、初めに研究したテーマです。まあ、電磁界というのは難しい、計算が必要ですけれども、関口先生がこの解説電磁界をレーザーで目に見えるように可視化しようということで、実験的な、方法を考えられました。散乱帯、例えば山岳があったときに、ここからレーザー光を出しまして、ここで観測すれば実際に無線通信アンテナから電波を送って山で解説して、ここで受ける電波を表現できると、まあ、これはシミュレーションですけども、まあ、そのレーザー光を赤い光を使いますと目で見えます。で、これがその干渉島ですけれども、まあ、ここに書いてあるように、例えばこの時に分かったのは、いろんな解説現象があるんだけれども、実は位相というのが何より重要で、変化が違ったものも、まあ、この光の分野で言いますとそんなに差はなく、ただ全て吸収帯近似ということで表現してもかなりいい近似になるぞという、この干渉島を見事に説明できる、これをこの光の明るさを、観測することでシミュレーションをした、こんなことが関口先生は73年に私が学部3年の時にやられていたわけです。で、74年に研究室に入って卒業論文はレーザーシミュレーションによる解説電磁界に関する研究ということで、これは当時手書きですけれども内容公開書いてます。これは電磁波を可視化したいと、論文が出た次の年ですけども、それを追試をしているようなものです。で、吸収帯近似が有効だということを確認して、電波の、散乱現象は振幅より位相の方が重要なんであるということを確認したい。それから、解説現象というのは端っこから光が漏れてくるんだということを透過端部電磁流というものを使って説明することを確かめたというのが卒業論文の内容でした。これは修士論文に移ってから の写真ですけれども、今の解説のエジの端部で解説するやつを、例えばここにあるような歯型の円筒を用いますと、例えば壁があったときに、この実験ではこれが金属板になります。で、そのここのこれが
半無限のエッジなんですけども、そこにこういう歯型構造をつけてやると、この影に回り込む電波を抑制することができるということを確かめた実験でした。まあ、この実験自身は、このコルゲーションというのは電界が平行の波に対しても磁界が平行の波に対しても境界条件的には同じように働きます。まあ、この深さをちょうど4分の1波長にしてやることで、こういうものをつけると解説を後ろに回り込みを抑えることができると。私は最近ではないですけど、高速道路で騒音対策の意味で、よく高速首都高の壁の上に丸い円筒がついているのを見て、まさにこの原理だと思ってます。だいたい1波長ぐらいの大きさがあれば、後ろを暗くすることができるという実験をしました。まあ、これは実験をやった時の仲間ですけれども、後に、KDDI の研究所の会長、UQ コミュニケーションズの CTO をされた渡辺文夫さん、NEC の社長、今会長をされてます遠藤さん、1年私の後輩、2年後輩、これは助手をされてた桜井さん、こんな、写真が残っていました。1979年には博士課程を卒業しましたが、まあ延べ学部の卒研から修士、それから博士課程と全部含めて最終的に出てきた論文は、やはり GTD の立場から計算法を考えて開口面アンテナへ適用したいということを書いています。ですから、先ほど言いました1952年に出された GTD ということをずっと続けてきました。私は博士課程卒業した後、横須賀の NTT の研究所に、3年強、勤めまして、その後大学に戻りました。東京工大に戻って、最初にそれまでのこの解説理論の研究をまとめたのがこの論文で、1984年に反射鏡アンテナの放射指向特性の解析として発表しました。まあ、この中には先ほど卒研の時に未熟も書きました高加単部電磁流法であるとか、 GTD 幾何工学的解説理論であるとか、そういう言葉が表されていました。これは電磁界理論研究専門委員会でお世話になった安浦先生の写真がありました。それからこれは博士の公聴会の後に私の指導教員である関口先生、それからNTT に就職の後、東京工大に戻ってきまして、指示した後藤先生、それから仲間が、研究室の仲間が、まあ、ちょうど私博士の校長会終わった時の集まりです。これは、1997年ですけども、先ほどの論文にも書いてありました、GTD、それから等価単部電磁流法、その間をつなぐフィジカルセオリーオブディフラクションという理論を打ち立てたソビエトのアフィンツェフという、私は憧れの人ですけれども、十数年ぶりにお会いすることができた写真です。まあ、こんなような学生時代を過ごしてきました。で、ここからしばらくこの電磁波の解説現象を、せっかくですので、ちょっとその原理をお話しします。まあ、これは何かというと、四角い板の上に、例えば、波源、懐中電灯、豆電球があって、私がここで電波を見ている様子です。私がぐるっと動く、あるいは板がぐるっとこの波源と一緒に動くと、ちょうどこんなように見えます。まあ、解説理論というの中には、波源を全部求めて計算をする、いわゆる波動工学という方法と、これ物理工学法と書きました。それから GTD もそうですけども、光線理論と、もっと簡単に求めるような理論というのがあります。どちらでも非常に、近い答えを表すという絵です。で、これ見ていただきたいのは、我々が頭で、いつも体験していますのは、ある場所にいると反射波が見えると。これが反射波です。ちょうどこの鏡のように映るものがあります。で、普通の目ではなかなか見えませんけど、実はこの端っこから小さな電波が来ています。このことを解説波と言います。で、このピカッと光る、反射波は、
非常に分かりやすく簡単な計算で求めることができるんですけれども、この解説波というのを求めるのはなかなか難しい。でこれを計算するのが解説理論です。でところが、実は皆さんあのご存知のようにホイヘンスの原理というのがあります。ここに波源があって散乱帯があって観測点がありますと、実はここから来た電波はここの板の上に反射の波源を作ります。これはあのいわゆるホイヘンスの二次波源と呼ばれるもので、この面の中全体に波源はできます。ところが見ている人にとってはほとんどのところは真っ暗に見えます。限られた場所だけこういうふうに光が見えます。まあ普通の目には普通この解説波はなかなか弱いので見えませんけども、なぜこうなるかというのがこの位相定流法という数学の、近似原理で説明できます。まあここだけ少しあの説明しますので、あのお聞きになってください。もともとマクセンの方程式というのは波源があるとグリーン関数というものをかけて面積積分してフィールドを表します。でこの波源というものは、ここから照らされた場合にはだいたいこの距離 RI という距離で位相遅れが生じます。でグリーン関数というのはここから観測点までの距離ですので、この R0 という位相遅れを持ってます。全部これ合わせますと、いわゆる電磁界というのはこれは航路長になります。例えばここの気温というのはこれとこれの長さを足した長さがここに来るような比例した位相遅れを持っている。でこれを足し合わせるわけです。で積分を行うときにこれの実部を見ますと、例えばここに書きました、こういう形で振動積分となります。エクスポネンシャルはサインと考えますと、実は周波数が高くなりますとこの K が大きくなってこの振動の周期が非常に速くなります。で実部はこれを積分した値になりまして、虚部はこれコサインですから同じような形の振動積分になります。で実はここに作られる電流の強さを求めるのが電磁波の境界値問題というものですけれども、この強さというのはこの点線で表されているようなものに対応します。でところがこれを全部積分しますと、これが非常に周期激しくこのように振動しますので打ち消しが起こります。プラスマイナスプラスマイナスで、ほとんどのところが気温がなくなってしまうというのがこの暗くなっている理由です。でこのキャンセルがしないところはこの点、停留点と言います。どういう場所かというと、この航路長が反射の場合には最短になるような場所、そこが光るんだというのがこの積分の原理です。その他に一番端っこは打ち消しが不完全になりますので弱いけれども光が少し出てくる、これのことを解説波と言います。ですから、定量位相法という積分の近似計算法で言いますと、位相定流点ではキャンセルがしないで立派な気温が出てくる。で積分の端っこからは弱い、不完全な打ち消しによって出てくる光が解説波として出てくる。これがこのように目に見える理由と考えられます。実はここで言ってるのは非常に重要でして、位相定流法というのはここからの気温を解析的にも与えています。積分などする必要はありません。ですから非常に簡単な計算法で出てきます。それからここら辺の電流がどういう値かというのは実はこの表現には入ってきません。大事なのはこの端っこのところの様子、それからここの、ピカッと光る場所の様子、この2つだけが観測者にとっては重要だということになります。まあ、この考えを使ったのが幾何工学的な手法です。まあ、アンテナに応用しますと、例えばこれパラボラアンテナでこの上の電流をスーパーコンピューターで求めるのが、いわゆる正しいやり方です。厳密なやり方です。大変な時間がかかります。周波数が高くなりますとここの位相回転が非常に速いので、それに負けないぐらい細かい分割をしなくちゃいけない。で波動工学というのはそれぞれの電流を例えば
ここの電流をこういうふうな平板で近似する。これは計算しなくても2倍の N クロス H と、もう基地の値とへ近似できます。すべてそういうふうに近似して、これを積分をして、ここの場所のグリーン関数をかけて、ここの場所を求めるのが物理工学法の近似計算です。まあ、従来はこういう計算がありましたけれども、GTD というのは幾何工学は先ほどの、定理値法の考えで言いますと、ここら辺の器用はどうせ打ち消してしまうので、ここに注目して、ここの電磁流をうまく近似してやろうということで、無限板ではなくて半無限の板をここに置くと。こういう近似をする手法です。まあ簡単に言うとパラボラアンテナを解くのではなくて、ここの接平面の平板で置き換えて電磁界を計算しようと。この端っこでは先ほどの無限板で置き換えた波動工学、この緑の線ですけども、こういう近似を使った計算に比べて、本当の電流というのはこの黄色のこういうふうな単部効果を含めてこんなものになりますが、GTD というのはここの端っこの精度だけは物理工学法よりもはるかにいいと。ただし、この内側の方は全くいい加減なものになります。本当の散乱体と違うものを使いますので、まあ、こんなようなものを計算するということで、ところがこれ全部の積分したものは先ほど言いましたようにこの端っこの方が重要なんであるということがあるので全体的にこの GTD の精度が高い理由になっています。まあこれで自動車の指向性の解析なんかも一番大事なフェルマーの原理で最短になるところ最長になるところの形をこういう簡単なエッジで近似しては求める、そういう計算法で、これは実験と比べた値ですけれども、例えばこの自動車の上に上げたアンテナの屋根の散乱効果を計算したものですけれども、実験値をこの GTD のような計算法が非常によく、近似していることが分かります。これはこの自動車の上の電流をすべて積分するような今のシミュレーターのやり方ではありません。まあ、ここに書いてあります MER というのが、これはつい最近ですけども完成した、より一般的な手法になります。非常に精度がいいことが分かります。それから移動体通信で言いますと、こういうビルの、電波伝播なんかも計算するのをまともにいきますと波長、今はミリ波なんかになりますと波長が、ミリメーターオーダーになります。まあ、それがビルで解説するときに、ここのビルの全体にどういう電磁流が誘起されるかということを計算するのはとても無理です。まあ、そういうときには、先ほどのような幾何工学的な手法を使って、まあ、例えば、これはそのシミュレーターの一例ですけれども、幾何工学的な反射波と、このエッジの端から出る解説波を加えた手法で、近似的にしかも精度の良い高速な計算法が作られています。このスライドは今日お話しする中で一番複雑な図ですので、少し丁寧に説明します。今お話ししてきた解説の原理を、式とこの絵で表しました。もともとは散乱体の上に複雑な電流が流れていますが、これを、分かっている物理工学の近似電流とその補正の電流とに分けて表現したのがこの表現です。でこれをグリーン関数かけて積分しなくちゃいけない。でこれにこの補正電流の方に位相定流法数学の近似を使いますと、この細いけどこの面の電流が線の電流に置き換えることができます。補正用の単部電流というのが出てきます。まあ、その時にこの物理工学の電流はそのまま面積分、こちらは線積分という形で表したのが物理工学的解説理論という手法です。アフィンツェフさんにお会いしていろいろお話しできたのはこの創始者ということで尊敬していた方からです。実はこの物理工学法は数学的にもかなり厳密にこれも定理値法で近似できますので、結果として全ての電流をこういう線電流として表すことができます。それをしたのは実はこの表現で、これを
硬化端部電磁流法と呼びます。一般的な形のこの周辺の電磁流を積分する線積分ですので、これはパソコンでもできます。こういう手法でこの面積分をしない同じぐらいの精度を得ようというのが、この透過端部電磁流法です。で、実はこの電磁流法、この電磁流を求めるのが厄介でして、IEEE の論文なんかでも 100編を超えるいろんな提案が出てきています。多くはもともとのこの電流を解析する手法、数学的な手法ですけれども、実は、そのどれも、この幾何工学的な解説理論というのは、実はこの線電流にもう一度2回目の定理値法を使いますと、本当の光る場所2箇所だけが、先ほどは四角い板の場合4箇所ありました。ここが重要だということで、ここの規模で表したのが GTD です。で、ここの精度がいいのであるから、実はこの点はもう苦労しなくてもいいんですけれども、一般的なところにその定義を拡張するのが、多くの論文が未だに答えを見出せなくて、それぞれの問題に対してこういう手法がいいという報告が相次いでいる分野です。で、まあ、このような形で、このすべての端部での電磁流を一般的に求める方法というのを、修正時法という形で、実は割と最近ですけれども、私も提案しました。これが博士課程の仕事と、それから、昨年、論文出しましたけど、そこまでのずっと続けてきた研究テーマになります。まあ、この修正時法というのを簡単に言いますと、非常に不思議な方法です。一般的な形状の散乱体の、例えば、この点とこの点はもともとフェルマーの原理で光る場所であるので、 GTD で電流が与えられています。類推できます。ただし、そういう関係を満足しない、この点とかこういう点はどういう電流を積分すればいいかわからないというのが現状でした。で、我々が提案した方法は、電流を求めるのではなくて、このエッジをいわゆるフェルマーの法則が満足、ローカルに満足するように、反射の原理が満足するような向きの違うエッジに置き換えると、エッジの方向を変えるということを提案しました。まあ、これの強みは、この方向はありもしない方向を向いているわけで、定流点では元のエッジに一致しますけれども、こういうところでは、あたかもケラーの反射の法則が満足しているように見えるのであるから、昔の1952年に提案されたケラーの結論だけを使えば、ここの電流が計算できます。で、これをあたかも全ての電磁流が決まったという形で積分してやると、線積分です。面積分ではなくて。で、そうすると、GTD が実は、こういうところは正しいんだけれども、全体的にいろんな欠点を持っていました。例えばパラボラアンテナの正面方向では解が発散してしまうとか、軸対称の物体には使えないとか、それからこの端っこに電波が当たらないときにはゼロという答えを出してしまうとかという結論をすべて解消したということになります。これは割と最近2019年に出した論文ですけれども、この場合は観測者が動くと、実はこういうふうな修正エッジというのを考えて、本物のエッジとは違う方向のエッジを想定して電磁流を提案して線積分をすればフィールドが求まる、厳密解、これはシミュレーションで非常に時間をかけて計算した赤い線がこの時の散乱解ですけれども、これを実はここではこの色ですけれども、これが我々が提案した計算法で非常によく表現することができる。で、それまでのいろいろな方法に比べて圧倒的に時間が短く精度がいいという計算を作ることができました。まあ、このような話が電磁界の研究で私が長くやってきたことです。で、次に、アンテナの研究を実は紐解いてみますと、1967年にアンテナ電波研究専門委員会というのが通信学会にできています。初代の委員長は
今 NII の、 あの所長でもあります東大の喜連川先生のお父様ですけど、喜連川隆様が初代の院長でした。これは後藤先生の体感講演の時のお写真ですけれども、まあそういうふうな、喜連川さんがあの初代の院長であるような委員会で私はあの育てていただきました。まあ、博士を終えて NTT に就職して、実はこれ現場ですけれども、鉄塔の上で変波調整なんかもしました。まあ、そういうのを終えて大学に戻って、今度は関口先生ではなくて後藤先生の研究室に入りましたけども、主にアレイアンテナの研究というのも私の第二のテーマとして、研究をすることになりました。まあ、このメンバーで、まあ、ここに持っているのがラジアルラインスロットアンテナ、これは四角い一層構造のアンテナです。後藤先生が1980年に発明されたラジアルラインスロットアンテナというのが、まあ、これは1989年に商品として出された時の写真ですけれども、このスロット、平行平板の上の板に非常に多いスロットが空いてます。日本で一組の円変波の素子になってまして、この長さとか間隔というのが、まあ、今で言いますとスーパーコンピューターで計算できるでしょうけども、当時は周期構造という考えで近似的に設計をして、こういうアンテナの設計を行いました。まあ、動作原理は極めて簡単で、2枚の平行平板があって上に穴が開いている。でそこから水、電波を出すときに、これはいいシャワーの例ですけども、穴の大きさをうまく選んでやると全体から一様に水が出ます。電波の場合には位相もあるからもう少し複雑ですけれども、この穴の大きさを同じくしてしまうと普通は中心が強く出てしまいます。水圧が下がりますので、ですから外側は小さい穴という形で分布して、波長を考えますと波長も実は少し切動を受けます。まあ、ここら辺を全て効果を、まあ当時はあの周期構造という近似モデルですけれども設計して、この高橋君というのが一層構造のスロットの設計理論を打ち立てました。まあ、当時、これアンテナが商品として展示会で出されていた時の写真です。このアンテナ自身はプラズマのエッチング用、あるいはプラズマをいろいろこの表面を加工するときの、表面プラズマを冷気するための大口径アンテナとしても、まあ、東京エレクトロンの主力商品に使われましたけども、ラジアルラインスロットアンテナがプラズマのエキサイテーション用に使われました。穴は全然違います。円変波の穴とは違います。その他にもいろいろな平面アンテナを我々は研究室として、開発しました。原理から言いますと、一層構造の等波間アレイということで、この2つはちょうどあの弁当箱の仕切りがある底板と上の蓋、穴が開いた蓋という作りです。これがラジアルラインスロットアンテナで、それを、基板で、実はポスト壁で、この壁を、作ったようなもので、これとこれは同じグループ、これとこれは同じグループですけれども、こういうアンテナを、例えば自動車の、衛星放送受信、移動受信用のアンテナとか、まあ、これ当時は NTT 西と東で使ってましたけれども、インターネットの走りの時の家庭用の加入者アンテナとして、作りました。アンテナの活動で私がずっと関わってきました一つの、活動が、国際会議 ISAP インターナショナルシンポジウムオンアンテナ&プロパゲーションという国際会議の、活動です。で、1971年に東北大学で第1回を開いて、3年4年に一度ずつの国内の会議であったものが、ちょうど2005年からはこれソウル、シンガポール、日本、台湾、タイランド、チャイナというような形で、これはアジアを回遊する会議に育っています。今年は残念ながら、コロナのために、オンライン開催になってしまいましたが、
先々4年ぐらいの計画が決まっています。まあ、これは通信学会が立ち上げた会議ですけれども、アジアの基幹会議に育っていまして、今はもうこれ通信学会はある意味で言えば独立して、各国のそれぞれの組織が主催する会議になっています。まあ、この会議の実行委員会の風景ですけども、85年の京都会議の時、池上先生が委員長をされた時に、まあ、これ AP 県の初代の委員長の吉井川さんです。私 の, あの恩師の後藤教授と関口教授がいらっしゃいます。こんなようなあのメンバーが ISAP という会議を育ててきました。亡くなりましたけど NTT の、 あの当時 NTT の、新次様にはいろいろお世話になりまして、私が初めてあの通信学会で発表した時のセッションの座長だったのを今でも覚えています。この ISAP の会議では、国際の運営委員会ができまして、私はそれをあのまとめさせていただきました。3年間ですかね。で、2016年には沖縄にまた帰ってきた会議でご挨拶をしているところです。ちょうど同じ時期ですけれども、私はあの IEEE の APS で、まあ、米国人以外で初めてでしたけれども60代目 の, あのプレジデントを務めさせていただきました。ちょうどこの年、チャールストンというところで会議がありましたけれども、 SARS という、まあ、あの当時の、パンデミックが起きまして、この時には1800人ぐらいの登録があったものが、まあ、アジアの各国が参加をしないということが決まりまして、私は行きましたけれども、1300人ぐらいで開催した、ね、非常に辛い思いをしたことを覚えています。で、はやぶさ2とミリ波のアンテナの活動を少しお話しします。まあ、最近はやぶさ2が帰ってきましたけど、これは JAXA のアーカイブをちょっとお借りして映しています。このはやぶさ2に乗っている、今見えてきますこの丸いアンテナはラジアルラインスロットアンテナです。で、このアンテナはフライトモデルまで研究室で製作をして、実験をしたのを覚えています。この着陸に近い時には姿勢を少し変えるために、遠い地球への通信が途絶える場面がありましたが、これはアンテナ設計をしている者にとっては、まあ、アンテナが立派に動いているなという意味で嬉しいニュースでした。まあ、あのレーザーポインターのように鋭いビームですので、正しく鋭いビームが出ているということの確かめにもなったわけです。まあ、このアンテナの他に、一足先に打ち上げられたこの暁という金星探査の衛星にも、これはまだ今でも飛んでいます。スイングバイをして一時期絶望視された衛星がまた生き返って今金星を目指してあの探査を続けていますけれども、この円形のアンテナもラジアルラインスロットアンテナです。どちらも1メートル弱のアンテナですけれども、重さがたった 1.1 キログラム、そして特にこのはやぶさ2のアンテナはミリ波が使われています。で、重さが軽くて、しかも平面で太陽のそばでの熱膨張も均一に起きるということで、このミッションの達成に一役買っています。まあ、特徴的なのは軽くするために2枚の平行平板の間にこのようなハニカムを使っています。しかもこれを垂直に電波を通るのではなくて、この中を、この面内を電波が、進行します。まあ、こういうふうなアンテナを設計して、まあ、一つの笑い話ですけど、苦労話ですけれども、当時はこのハニカム、あの手に入るものを使ってアンテナを作りましたところ、まあ、実はあっと驚くことですけれども、アンテナの完成間近になって、開口分布というのを測りました。電波から、あの電波を測りました。で、そうすると、飛んできた電波が六角形、ハニカムのセルの形になっていたということがありました。まあ、これは後でシミュレーションしてみますと、電波の波長の2分の1波長より大きいようなセルを使った場合には、シミュレーションでも確かに六角形の電波の分布になってしまう。まあ、それを防ぐために、もう少し小さな半分のセルの
ハニカムを用意しましたけども、当時大きいものありませんでしたので、こんな小さなものを継ぎはぎで作った覚えがあります。まあ、これをフライトモデルまで研究して、あの実験をして、衛星に乗っけたわけです。この設計をしたのはベトナムから来たあのグエン君という、留学生です。国際会議で ITP の国際会議で賞を取った、力作でした。ちなみにあの日本人の奥様と写真を撮りました。もう一つの研究として、今あの、5G でも、使われ始めましたけども、ミリ波の研究があります。まあ、当時2006年ぐらいに描いた絵ですけれども、ミリ波のギガビットネットワークを作ろうということで、40ギガの、こういうふうなあのポイントポイントのコミュニケーションのツールと、それから60ギガヘルツのいわゆるホットスポットを作って、全体をミリ波のネットワークにしようという研究を、これは非常に大きなプロジェクトとして進めました。KDDI がネットワークの運用、ソニーが端末、それから JRC、それからあのベンチャーであるアムシスが、いろいろなあの主に40ギガの方のシステムとか、あるいはデバイスの接続を担当しました。で、実際にチップを設計したのは東京工大の松沢岡田研究室で、設計されたものです。まあ、こういうようなものを、まあ、全部組み上げて、またあの偏復調については鈴木深川先生のお力をお借りしました。で、ここら辺のところをすべて、組み合わせたネットワークの試験が最後に行われました。で、これは今でもある意味では概念は通用すると思いますけれども、ミリ波でオフロードをするときのイメージを描いた絵です。例えば携帯電話のこのマクロな基地局、だいたい1キロ程度のサービスエリアの中に、非常に高速な、60ギガのこういうピコセルを作る。で、それをやはりミリ波の40ギガで接続をする、こんなイメージを持ちました。だいたいこのセルのサイズは30メーター程度ということになっています。で、これを実現するために40ギガとしては、だいたい距離が1キロメーター程度までの1ギガビット片道、合計2ギガビットの回線を作る、実現したい。それからこの60ギガのホットスポットには6ギガビットパーセカンドで、だいたいですけれども、30メーターですから直径で15メーターぐらいのホットスポットを実現したい。まあ、この当時の6ギガビットというのは非常に高速だと思いました。だいたい 1ギガバイトを 1.5 秒で送りまして、 DVD そのまま送っても7秒で送れるような高速な通信です。で、このミリ波になりますと、やはり交代機が売り物ですので、先ほどお示しした一層構造の主に進行波型のアンテナでは帯域が限定されてしまいます。まあ、それで甲子園のトーナメントのように、すべての素子に、まあ、これはアレイアンテナですけど、すべての素子に等距離で電波を分配するようなコーポレートフィードのアンテナを作らなくちゃいけないということで、これは研究室の広川当時助教授がディフュージョンボンディングというテクニックを使って、一層ではない、この場合には二層三層といけるんですけども、そういうふうなアンテナを作りました。ミリ波になりますと金属でも実は損失が非常に大きくなりますが、これは実は中空の導波管を作る技術としてこの技術を使ったわけで、非常に高効率で高帯域なアンテナが実現しています。このアンテナを使ってどのような通信をするかというと、コンパクトレンジワイヤレスコミュニケーションというのを提案しています。意味は非常に大きなアレイアンテナ、これは 64×64 ミリ波ですからそんなに大きくありません。30センチ30センチです。あるいは15センチ15センチのアンテナを使いますと、電波というのはアンテナ出てすぐはビームのように進みます。まあ、それからエネルギー保存則に従って弱くなりながら広がっていきます。
普通はこういうところで通信に使うんですけれども、コンパクトレンジというのはこういう領域を言います。実は EMC の分野なんかで低迷波を模擬するためにこのような反射鏡を使って近くで環境電磁の実験をすることをコンパクトレンジ測定と言いますけれども、通信をここで行うということを提案しました。実際に電磁界はこのコンパクトレンジの間は電磁界はビームのように一定です。その後いわゆるフリスの公式に従って電波が良くなります。この中で使ってしまおうというのがコンパクトレンジコミュニケーション。例えば15センチのアンテナを使いますと60ギガだと12メーターぐらいまでこれを使うことができます。このようなビームを作ります。電波が出たばかり、最初から弱い電波がずっと強くなっていく。従来の例えばダイポールですと出たばかりは非常に強い電界で、同じ1ワット送っても非常に強い電界密度が出まして急激に弱くなる。こちらを通信に使おうということで実験を行いました。実際にこのぐらいのアンテナで通信実験を行いましたら、縦軸が誤り率ですが、狙った時15メーターまで測定できませんでしたけども、十数メーターまではエラーが測定できませんでした。で、特徴的なのは横に例えば反射するような材料があっても誤り率は悪くなり、誤り率は測定できません。で、これ横方向ですけども、これはアンテナの幅がだいたい15センチですので、幅に対応した少し広いぐらいのいわゆるクワイアットゾーンが実現できています。で、従来の通信というのはこの基地局のアンテナはそんなに大きくありませんので、例えば 2×2 とか、ひどい場合には1本のアンテナで通信しますと1メーター2メーターぐらいから誤りが出てきます。しかも電波室の中で測定した場合と反射波の環境が違いますので、非常に劣化が激しいと。ですからコンパクトレンジコミュニケーションは、そういう外来の雑音にも非常に強い通信ができます。この考え自身は本当は、高速道路 の料金を取るあのアンテナシステムもこういう形にすれば隣の、信号を受けるようなことはないわけです。実はこれはあの JR 等のあのゲートで実験を進めました。これがミリ波のアンテナですけれども、カードをかざさずに通過できるタッチレス改札の開発を進めているということです。改札の天井に設置したアンテナからミリ波と呼ばれる電磁波を照射し、乗客のスマートフォンと通信して通過する仕組みなどを検討しているということです。現在の改札機は右手側に読み取り装置があるため、左利き、こういうような形で例えばここはミリ波の通路ですよということを書いてやろうと思ってますけども、人が出ると影もできます。そういうものをどうやって評価するかというのが先ほどお話ししました解説理論で実は解析もしています。GTD を少し発展させまして、アンテナをやられる方が非常に親しみの深いフレネルゾーンという数値で、計算式を書き直しました。で、この式がそうですけれども、フレネルゾーンナンバーを使って、例えばここに人がいて2人目の人がいるときに、この周辺までのある場所のこの距離を使ってこんなような形で、解説波、物陰の暗さを計算する数字を求めます。これ一例ですけども、2人の人が重なり合って邪魔をしているときに通信がどのぐらい電界弱くなるかというのを表現したものです。これスーパーコンピューターで計算したような厳密解とこの黒い線は非常に良い近似を表していることがわかります。こんなようなことでこのミリ波の計算時間の比が書いてありますけど、18時間が、5秒でできますと、このようなこともやってます。それから40ギガの解析 の設計と解説ですけども、40ギガは実は DDD と呼んでますけども、行きも帰りも同じ周波数で同じ変波でという形の DDD 方式という副審方式を提案しています。
まあ、このためには近くで回り込む信号のキャンセルを、ここで言うと、ここで ADC、AD コンバーターで信号処理で、落とします。36dB。アンテナとアンテナのこのアイソレーションで、実は、変波同じですけれども80dB、合わせて 116dB のアイソレーションが計算で見込まれました。まあ実際にはこのアンテナとこのアンテナで 80dB のアイソレーションがありまして、実際にこれは1ギガかける片往復の通信ができた時の絵です。まあこれを用意して、次のシステム全体の試験を行いました。ユーザーが歩きますと、普通は、ここで言いますと、低い周波数、まあ、Wi-Fi、これから通りますという信号を送りますと、このシステムとしては40ギガで大きなファイルを、コンテンツを分けて、分散しておいておく。で、そこをこの60ギガのところで高速に、ダウンロードするというようなシミュレーションです。まあ、これはオフロードのシミュレーションですけども、実際にやった、東京工大の、正面玄関で行いました。こういうふうなソニーが開発した端末と、東京工大で開発した、これ基地局の非常に大きなアンテナですけど、これ15センチ四方です。JRC が開発した40ギガの DDD でこれを結んで、で、この DDD のこの端末と、この60ギガのこのゲートの基地局アンテナとで全体のシステム実験を行いました。まあ、この3箇所にこういうふうなセットを置きまして、人がここをずっと歩いていく実験の風景です。40ギガと60ギガでアクセスネットワークの、ミリ波のアクセスネットワークの実証実験を行いました。これ本館という建物で3箇所に DDD の基地局を置きまして、この2つのアンテナで1つのホットスポットゾーンを作っています。これが40ギガの DDD のアンテナになります。で、これとセットになるのがこの60ギガ用の、基地局の、まあ、ホットスポットを作るコンパクトレンジを作る基地局のアンテナです。15センチ四方のアンテナです。これが受け側というか、携帯用の端末で、ソニーが開発した60ギガの端末のセットになります。ここを人が歩きますけれども、できるだけストレスなくダウンロードをするために、この3台をずっと通っていくのですけれども、ダウンロードは一瞬のうちに落ちるように設計されています。高速な通信です。この場合には60メガぐらいの、ファイル、その3倍ぐらいのファイルを3つに分けて、送っています。今、1つの40メガのファイルを1つ落とした、そんな感じです。こんな感じで、実験がうまくいきました。実はこういうシステムを7箇所に、作りまして、東京工大では雨の影響も、調べました。最近の雨は豪雨が多いので、ミリ波で短い距離でも落ちることがあります。40ギガでも落ちることがあります。ただし、その大きさは1キロに満たないような強い雨ほど雨域が狭いために、このような、ダイバーシティがこんな小さなキャンパスでも有効じゃないかということで実験を行いました。このような形で切り替えをする。この切り替えのアルゴリズムは KDDI が担当していただきました。バリオグラムという新しい指標でこのダイバーシティの効き目を計算しましたけど、実験の結果、予想通り、この1キロのこのキャンパスの中でも、このダイバーシティを効かせますと、非常に雨で切れる率が落ちるという累積の確率の分布の結果を得ることができました。まあ、ミリ波が雨に弱いということを逆手に取りますと、こういうふうな形で、雨のセンサーにもできます。雨が降ると電波は弱くなりますが、まあ、これは逆に、
通信実験からの信号レベルから雨の量を逆算したもので、この緑の昔のテントウマスのデータを赤い線が非常によく表現しているのが分かります。まあ、これどうやって使うかというと、最近はディザスターリスクということで雨の障害も多いですけれども、何ミリメーター以上降ると道路が閉鎖になるというよりももっと合理的に、これは伝播路全体の平均値が出ますので、ここの範囲でどれだけの雨が降ったかというのを積分値で直読できます。まあ、こういうところのモニタリングに使おうと。たまたまミリ波の基地局というのは今のアメダスの感覚に比べますとはるかに密に打たれていますので、こういうことも可能です。ダムの上流にこう沿って入りますと、将来30分後にどれだけ雨が増えるかというようなことが直読できます。まあ、こういう分野で活躍した学生の一覧表を若干こう書きました。ドクターがたくさん育っています。一応ここまでで一つの部分です。時間がちょっと押してますので、休憩は難しいかもしれませんけども、質問もしありましたら、ここまででお願いします。はい、安藤先生、ありがとうございました。電波科学の100年の歴史、それから安藤先生のご研究、幅広いご研究、電磁界理論のご研究、それからアンテナですね、そして先ほどはミリ波通信からネットワーク、それから光分布までですね、いろいろさまざまな応用に関する最近のご研究をご紹介いただきました。少し1時間ちょっと経ちましたので、皆さんの方から質問がございましたら、ぜひ Q&A にですね、お書きいただきたいと思います。ございませんでしょうか。あ、ありました。一ついただいております。ミリ波帯の使用がより一般的になるのはいつ頃だとお考えでしょうか。6G を待たないといけないのでしょうか。はい。ですね。実は今5G でもローカル 5G なんかは28GB 等を使って、これミリ波と呼んでる人もいます。で、ただスペクトルというのはずっと連続にはあるわけですけれども、ミリ波といっても本当のマイクロ波とミリ波の間ぐらいしかまだ使ってない。で、私自身はですね、例えばアカデミックの立場で言うとどんどん高い方に行って、長妻先生も一生懸命やられてますようなテラヘルツの方に興味が移ってしまう、論文を書くという意味でもですね、それはあるんですけども、本当に使われるためには今のミリ波の28ギガでもやはり影ができてしまう。だからそれを防ぐようにということで、今のビヨンド 5G ではいろいろなアイデアが出されていますけれども、ミリ波が影ができてしまう、まあ、テラヘルツはもっとすごいですけれども、それをどうやって防ぐかということで今技術がされてます。で、それが使われた時にですね、いきなりミリ波がそんなに使われないうちに高い紫外線に移ってしまうかどうかっていうのは、私は若干疑問を持っています。やっぱり60ギガぐらいが使いやすいっていうところはありますので、まあ、そこも使いこなしていくんだろうなという気はします。まあ、ただ今回コロナなんかで随分2ギガの Wi-Fi が混んでることが身をもって感じましたし、5ギガの方もそれで少し使われるようになってきて、で、今足りないので6ギガにという話が動いています。まあ、そういう意味では少し遅れて高い周波数へ移るというのはやっぱり出てくると思います。で、何を 5G と呼んで何を 6G と呼ぶかっていうのはまだ微妙なところがありますけれども、このユースケースというのはだんだん少しずつ動いていくんだろうと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。もう一つあります。コンパクトレンジ通信に興味を持ちました。この基本的な論文は、どれになりますか。何かご紹介いただけますでしょうか。はい、ですね、IEEE の方で、ミオちゃんという方が、書いてます。今すぐにデータは出てきてませんけども、このシステムの実験まで書いたようなものが一つ出ております。それが、最初だと思います。ただ、このコンパクトレンジという概念は、実は環境電磁の方で、当たり前のように使われているんですけれども、まあ、MIMOやなんかに移る前にですね、むしろ、このプロジェクトの名前が、
ワイヤレスファイバープロジェクトと言ったんですけども、他に漏れ出さない、ある意味で言えばビームのようにして通信をするという意味で、このコンパクトレンジ通信というのを最初に名前を付けましたけれども、その概念自身はですね、通信ではあまり使われていなかったと思います。で、動いても電解強度が弱くならないというようなもので、これはとんでもなく大きなアンテナがないとできない話ですけども、アンテナが大きくなるのではなくて、アンテナは15センチぐらいでも、ミリ波になればですね、60ギガでも15メーターぐらいは、こういう通信ができるということを、示したと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。そしたら、3つ目、これ最後、前半最後の質問になりますが、貴重なご講演感謝しております。日本は降雨が多く、ミリ波への影響、頻度は無視できないと考えます。一方で、他国では日本のような豪雨がない国もあろうかと思いますが、他国でのミリ波の実用化、研究が、をですね、今先生、俯瞰されますと、どのようなご感想をお持ちでしょうかということです。ですね、日本が少なくとも例えばテラヘルツなんかは長妻先生がご存知のように、日本はかなり先を進んでいます。でミリ波というのはですね、化合物半導体からシリコンに移るという歴史的な経緯もありましたし、それをすごく早く商品にして動くというの意味では、日本は決して早くはなかったと思います。我々のプロジェクトはシリコンで動いたんですけれども、ただその時も速度では勝っていたけど、商品化というのは外国の方が早かったところがあります。で、だからそこら辺のところは世界でですね、雨が少ないところで非常によく使いやすいっていうのは私は間違いなくあると思いますけども、ミリ波の逆の意味でのいい点は、あまり遠くまで飛ばさないっていうことも実はコンパクトレンジなんかもそうなんですね。狙ったところで必ずその向こうには壁があるから、他の干渉なんか考えなくていいはずだよねっていうところでの使うことが最初かと思ってこんな通信をやりました。で、海外でどうかというと、欧州等ではシステム実験は相当されてます。で、例えばプロジェクトということで、FP7 とか6とかっていうところでも、取り上げられてます。ドイツなんかは非常に進んでますし、ただ日本とどちらがっていう意味ではないんですけども、この 5G にどうやって組み込むかっていうところで、残念ながらまだ本当の意味でですね、28ギガヘルツまでのところじゃないと、なかなかネットワークとして、組み込んでるという例は他にもないと思います。気象との関係というよりも、やっぱりその技術とコストと、ニーズの関係じゃないかと思います。以上です。はい、安藤先生ありがとうございました。それではこれからですね、残り後半に移りたいと思います。今後の展望について先生の方から実際にどうもお話を楽しみにしております。よろしくお願いいたします。はい、ですね、これから少し気楽に聞いていただきたいんですけど、最近新聞見ますと SDG ばかり出てきてます。ここで言いますと銀行協会の方、農業の方、銀行、それから漁業の方、新聞の一面にこういうのが載ってくるというのが非常に珍しい。で、この SDGs というのは2015年に国連が、その前にグローバルコンパクトという概念はありましたけれども、一人も取り残すことなく公平性で、それでしかも経済発展をするためにという言ってるところが非常に重要なものです。で、その上でこのサステナブルな世界を維持していこうという考えです。で、実は、日本の場合には地震が非常に多いです。10年経った東日本大震災。で、これは北海道地震で東町で、実はこれ、私の女房の親父が、義理の親父が町長をしていたこともありまして、この写真はほとんど全ての山が崩れ落ちているところです。実は昔から東町っていうのはスキー場を作りたいのが作るのが夢で、高い山を探していたのにないと言って困ってました。で、そこですら低い山でもこれだけ再現性よく落ちてしまったということで非常にショックを受けました。で、今この SDGs というのはどういう状況かというと、もう各国が目標を出して毎年このダッシュボードというのがありますけれども、その国の目標を達成しているか、あるいは良くなかったかというようなものがこういうふうに報告されます。これは2020年のレポートですけども、その中に突如として COVID-19 が入りました。これ、ディザスターリスクの最たるものとして報告されてきました。そういう中で、2017年ですけれども、
日本の取り組みはあまり見えてこないねというのに答えた形で、あの JST の方からですね、日本の活動、例えば一例ですけど、三菱のこのインバーターというのは SDGs のこういうことに寄与するはずであるというレポートが出しました。まあ、こんなような形でいろんな技術をですね、例えばこれ大学、北海道大学はこういうことをやってますとか、東北大学はこういうことをやってますというような形で、企業、大学、それからこれは政府ですね、そういう活動を一覧として出したことを覚えています。まあ、特徴は行政、大学研究機関、その他学会等、それから民間企業、インダストリー、こういうところが全部協力しない限り解決しないですよと。今の COVID-19 はまさにそういうものだと思います。まあ、これは先ほど言いました、いくつが自然科学だけではダメで、人文社会も一緒に解決しないといけないことばかりだということで ISC になりました。パリで会議をやりました。私これ参加しましたけど、第1回のアセンブリーの時の様子です。まあ、世界の学術界もこういう形で異分野共同を始めたということです。今の ISC ではこの経済をやっているユニオンも、これ私電波科学連合にいますけども、国際人口学会とか国際世論調査学会とか、自然科学、人文社会科学がみんな一緒になってこういうふうな問題に立ち向かっています。日本はこの SDGs がどういう意味を持つかということを考えてみますと、高齢化社会であるとか環境、まあ、今原発の問題もあります。それからだけど経済成長もしなくちゃいけない。でその時の戦略として、日本は資源がないのであるからICT の分野でこの SDGs に貢献しようということで、これ総務省の資料ですけれども、戦略を立てています。まあ、簡単に言いますと SDGs×ICT といういろんなプロジェクトを提案して、農業、医療、教育、それからスマートシティ、金融、防災、これどれ見てもまだまだ課題山積ですけれども、実はこういう中で電波をやっている我々としてはどんな形で寄与できるかっていうのを今よく考える機会があります。まあ、簡単に言いますと、もともとウルシの電波科学の存在を議論したときに出てきたと同じです。通信という役割と、まあ、電離層のモニタリングもそうですけど、モニタリングやセンシングという意味での電波というものの活躍が期待されていると思います。まあ、これは内閣府が発表したソサエティ 5.0 の、まあ、実現すべき社会ということで、簡単に言いますとあらゆる場所で、誰もが活躍できるインクルーシブ、それからエコシステム、サステナブルでなくちゃいけない、それから安心できる、安全がある、そういうふうな信頼性のある社会、ディペンダブル、この3つのキーワードでいろんな高齢化社会とか少子化とか、あとロボットによって支援するとか、あとそのための情報を AI で解析するというようなことを書いたものがソサエティ 5.0 という概念を提唱しています。まあ、日本ではですからこのソサエティ5を提唱しているんですけれども、まあ、このソサエティ 5.5 というのはご存知のようにサイバーフィジカルシステム、まあ、デジタルのサイバー空間とアナログのフィジカル空間とうまくつないだような回転するシステムを作って、この持続可能な社会を作っていこう。でこれは人中心でやらなくちゃいけないねと。それから巨大なデータが回るので情報処理技術が主役になりますねというような、提案です。で一番このサイバーフィジカルシステムを分かりやすく書いたのは、これも総務省の資料ですけれども、この絵だと思ってお出ししました。フィジカル空間の我々がいる世界とデジタルの空間、この中の言葉としてはクラウド、ビッグデータ、AI、もちろんスーパーコンピューターも入ってくるかもしれません。ここら辺でのデジタル のシミュレーションというものとこの現実の社会をつなぐ、そのためにはデータを集めるセンサーが必要ですし、通信ネットワークが必要です。まあ、現実社会に動かすためにはアクチュエーターロボットなどが必要になります。まあ、こんなようなものが昔は手作業でやっていたこのエコシステムを放っておいてもできるように、例えば IoT で人と人ではなくて物と物とが通信をするような形にしようと、
というようなこととか、あるいはビヨンド 5G、 あるいは 5G もそうですけども、遅延をなくして、この、時間的な差もなくして、あといつでもどこでもあらゆる人に情報が使えるようにするというようなことを通じて、この通信はこの分野でこの2つのサイバーのフィジカルとサイバーの世界をつなぐのに貢献する。で、これが実は総務省、国が描いている絵です。経団連もこの考えをいち早く世界に発信しています。ソサエティ 5.0 というのは SDGs のために描いた絵ですよということを説明に走っています。まあ、このような中で電波がどう機能するかということで、先ほど言いましたように、インクルーシブ、サステナブル、ディペンダブルというこういう概念を2030年に描いたときに、まあ、多分ここの間ですね、サイバー空間とフィジカル空間をつなぐここで電波は活躍しなくちゃいけないと私も思ってます。まあ、どんな言葉があるかというと、センシングという意味ではリモートセンシング、それからレディオアストロノミー、 IoT というのがそうですし、今このためにはLPWA というようなテストのネットワークも今動かせています。だからドローンを使ってデータを取るとか、衛星から 8K、4K のすごい画像のデータが毎日とんでもない数降ってきます。それから情報通信の審議会では、電力までも電波で送るということが、今技術を検討されています。もちろんこういうふうなデータがコミュニケーション、まあ、ネットワークを通じて人から人から物から物へ、物から人へという形で動いていく、これを、非常にどこの場所でも遅延がなく、しかも大容量のものが通るようにというのが今の 5G やビヨンド 5G だと思っています。で、ここら辺のワイヤレステクノロジーが果たすべき役割はあまりにもインフラすぎて、100年前にウルシが作った時にもそういう議論がありました。数学とか科学とか、バイオとかっていうものに比べて、電波っていうのは実態は何だっていうことで議論されたんですけど、あまりにも、ベーシックなので、それは入れざるを得ないっていう議論があったようです。今でもそういうような意味で、この見えない形になりますけれども、電波というのが中心になるというのが我々電波をやってる人間の、概念です。流れていくデータは何のデータということがなくですね、観光、健康、ライフライン、防犯、道路、交通、農業、河川、電力、あらゆるデータを一緒にして扱えるような異分野のデータ連携が始まっています。まあ、その中で日本が多分活躍すべきは、まあ、今 SNS やなんかで動いている多くのデータ、ビッグデータに比べて、IoT で得られるような、例えば気象のデータとか絵のデータとか、そういうリアルのデータを大事にして動いていこうというのが日本の戦略になっています。まあ、これを裏付けるための Beyond 5G の戦略というのが、これも内閣府の方、総務省の方から出されている資料ですけれども、書かれています。まあ、このうちの多くがもちろん無線に関する、電波に関するものですけれども、例えばテラヘルツであるとか、センサーであるとか、オール光プラス、これ無線と光と合わせた技術、だからここにはハプスということで、衛星とかなんかのそういう立体的な利用も含めてあります。すべてが低消費電力でなくちゃいけないっていうようなことを、こういうことを頭に置いて、新しい 5G や新しいビヨンド 5G というものを開いていかなくちゃいけないというのが電波の立場だと思います。多分このサイバーとフィジカルの間に、このビヨンド 5G が機能を果たすべき場所があるんだと思っています。これは新しい情報ですけども、 NICT を通じて、基金として300億円、それからこの実験設備として、共用のこの無線のビヨンド 5G の実験設備として200億円という巨大なお金が実は今動こうとしています。まあ、これ国際協力は、国際競争力を上げるためにも、このお金というのを活用していきたいと思っています。で、その中で先ほど言いましたように、研究開発の中には、このミリ波テラヘルツという超大容量とか、多数同時接続というのは、まさに IoT を受け入れる皿です。
これは光と無線の伝送のメディア変換、これは光ネットワークというような形で、波動電磁波に関係したテーマが目白押しになっています。まあ、通信学会でもこういうソサエティ 5.0 に向けて異分野融合という形じゃないですけれども、いろんな省庁が一緒になって会議を開いたことを覚えています。人材育成について若干言いますと、私高専にいましたので、まあ、SDGs にはありますようにシティあるいは地域、そういうことを考えますと、高専というのはもともとこういう全国に分布しています。で、大学よりは地域に近いし、大学よりは企業や行政に近いという立場を考えますと、まあ、日本の独特の高専というシステムは、高専はあの全体の、数としては少ないんですけれども、会社の中でいるこれ 1% ですね。高校に比べて高専の卒業生は 1% ですけれども、工学系の会社で高専を卒業した人は実は 17% という非常に大きな比率になっています。6人7人に1人は高専ということもありますので、しかもこういう社会実装に長けたいろんなコンテストで活躍、腕を磨いてきている学生を、しかも大学よりも若い世代で力をつけることができる、特に情報の分野等でこういう学生を教育していくということを必要性を感じています。実は通信学会もこういう支部組織がありまして、東京ではなかなか想像できないんですけれども、地方でははるかに学生の会員の比率が高いです。で、今通信学会には180人の高専の学生会員がいますけども、これは1000人ぐらいまで増えないといけないと思って実はいます。で、最後にこれは最近のコロナのいろいろな騒ぎで、経験して思ったことたくさんあります。使えると思ってきた我々学術的にはこれで出来上がったという技術が、実は実際に使おうとしてみると使えなかったという技術がたくさんあります。で、やらなくちゃいけないことをたくさん書き出しましたけれども、まあ、その中で、いろんなことを考えているときに、今 NHK で大河のドラマで渋沢栄一がやってます。まあ、この渋沢栄一の考えっていうのが非常に SDGs につながるということを私改めて考えました。で、実はこれは資本主義の、巨人ですけれども、今度1万円札になります。で、電磁界理論のシンポジウムが青森のこの、星野リゾートで実はありました。で、その時の会場がここの場所三沢だったんですけども、そこにこの渋沢栄一が住んでいた家というのがありまして、私これ見たの覚えて2013年です。で、その時に、興味を持ってこの渋沢栄一の論語とそろばんというこの思想入門という本を読みまして、やっぱりこの本に、この本を紹介したこの森谷さんの本を読みまして、まさに SDGs だと思いました。いくつか出てきます。これは NHK のテレビでも特集しましたけども、このいわゆる道徳といわゆる経済活動っていうのは同じものでなくちゃいけない。で、ただ道徳的に良ければいいんじゃなくて、正しく富を得ることは正しいことであるということを常々言っています。で、大事なことは公益と私、個人の利益というもの、これ矛盾してるんだけども、これを同じ方向に向けないとサステナブルにならないということをまさに言ってます。で、その象徴は、まあ、これは簡単に言いますと、世の中全体が快適にならないと私は快適にならないと考えていたようです。で、その一番分かりやすいのが、まあ、SDGs というのはその元が CSR、 会社の経営理念ですけども、この会社が日本にある CSR の考えというのは、これは公共事業のようなものは事業家が支えるのが当たり前だということまで言ってます。で、それを、いろいろこういう文章で表していますけども、一番私分かりやすかったのは、渋沢栄一が言っていたこと、システムとして公益を目的とせざるを得ないような会社を作る、仕組みを作るということです。
その一番のものが株式会社であって、一つも株主じゃないですけども、多くの人がこの会社の株主になることによって、この会社がやるべきことは、多くの人の幸せになるようなことをしなくちゃいけないということが必然であるということを言っています。この考え方はまさに SDGs の考え方に非常に近い、一人も取り残さないということがあります。実は私、今、この壁にも貼ってありますけども、水不足という、ものを、書を、この壁に貼ってあります。で、これに非常に近い中国の五経というもので、諸教の五経の中の一つの諸教にもこう書いてありますけど、バランス、寛容で厳しい、柔和で芯が通っている、慎重で物事の処理が機敏、有能でも見下さない、従順でありながら芯が強い。こういうふうなことを書いてて、これが実は、いろんな SDGs の理念というものがありますけど、その中のうまく回すためにはこういうことがある、こういう人が指導者の力を発揮していかなくちゃいけないと。これはハゲタカのようなキャピタルが、マネーゲームとして株式会社を動かすというようなものをむしろ排除したい、そういうことが言われているということがわかります。こんなようなことを思って電波をできるだけこういうふうな方向に使っていきたいと思っています。長くなりましたけど、一応このような形で私の講演の内容を終わらせていただきます。長くなりました。ありがとうございました。はい、安藤先生どうもありがとうございました。だいぶ時間が迫っておりますけれども、一つ二つ皆様から質問をお受けしたいと思います。よろしければ Q&A に先ほどと同じようにご記入いただければと思います。はい、一つ参りました。日本は半導体通信など多くの分野で世界的な主導的地位から離れつつあるように思います。今後日本は何をすることが必要だと思われますか。 SDGs へのリーダーシップを含めてご意見をいただきたいと思います。私に答えることができるような簡単な問題ではないと思いますけども、一つですね、頑張っても頑張っても日本の地位が少しずつ下がっていく、残念ながら電波も関係するこの通信の分野でもそういうことは起きてるんだと思います。で、仕組みがどうも土俵を作られてるっていう思いはすごく強いです。頑張っても儲けとかですね、そういうものが入ってこないような立場にどうも置かれていると、一生懸命やればやるほどそこから離れていくということがあるんですけども、これは一緒にいろんな場面でご意見を伺う大阪大学の三平先生なんか一番気にされてますけども、特に通信の分野ではやはりそういうような簡単に言いますと特許も含めてですけど、標準化ということをですね、ものを作るときにやはりそういう戦略を頭にまず置いて、それで会社の経営とか、そういう戦略の中にこの技術開発を入れていくべきだということを盛んにおっしゃっておられます。私も全くその通りだと思います。ただ、今までは大学とか政府とか、あるいはインダストリーとか、それぞれ役目は別だという形で、なかなかですね、そちら同じ方向に向いて動けなかったということはあろうかと思います。ただ、これ誤解を招くといけないんですけども、護送船団方式っていうのは悪いことたくさんあったわけで、それはもう放棄したんですけども、ある意味で言えばですね、やっぱり各国が自分のところをそういうふうに強くするために、ある意味で一丸となるという、その一丸となることが、いけないことだというような、なんとなく我々、特に大学なんかにいるとですね、インダストリーと学術とは別だという考えでいたことが否めません。それに対して今ちょっと反動が来ているんです。ただし逆にですね、全部それが同じ方向を向くっていうのはまた逆にいけないことなので、そこのバランスを SDGs じゃないですけど、バランスを保ちながらですけれども、自分たちが食っていけるように考えて動くことは悪いことではないと、それも SDGs の同じような意味の趣旨だと思いますので、その中にはその標準化戦略とか、特に通信の場合には標準化戦略とか特許戦略とかっていうのがあるんだと思います。そういうことはいつも教えていただいている状況です。以上です。はい、安藤先生ありがとうございました。
それでは時間が参りましたので、これにて第10回目のウェビナーを終了させていただきたいと思います。なおこのウェビナーシリーズはですね、今後毎月予定されておりますので、引き続きご聴講いただけますと大変嬉しく思います。本日は安藤先生、それから参加いただきました聴講者の皆様、お疲れ様でした。どうも。